やあ、刹那圭介だよ。落書きピースフル。前回は山崎凛ちゃんこと凛崎山にめちゃくちゃやられてさ、それで終わったんよな。今回リベンジしてやろうかなって思うけどさ、行動力2の状態から始まるんか、セクシー10分休みからか。よし、星2つあるけんさ、ちゃんと話しかけとこうかな、誰かに。凛崎山はやめとこう、ちょっとさっきのやつがあるけんな、もうちょいちょっと時間を置いてから。これがナナちゃん、通称、何やったっけ、ピラチンガール、ピラチンガールや。で、これがルルーシュモドキで、これ誰やったっけこいつ誰やったっけ、名前忘れた。もう名前を思い出すためにちょっとこいつと話しかけとこう、こいつに。ねえ、ショウヘイヘイ、あ、ショウヘイヘイか、ヘイヘイか。もういい加減そのショウヘイヘイって長い名前やめてほしいんやけど。なんだよ、川上、川上ていうか、いい加減その呼び方やめろよ本人、ほらみんな本人やってやめろよ、読んでないか。やっぱショウヘイヘイって長いって読んでないか。だからヘイヘイって名前にすればいいのに、なんでヘイヘイって呼ばんの。最初に言い出すのはスヨちゃんじゃない。スヨちゃんがやめたら私もやめる。くっ、それでは永久的に終わらないぞ。なんで？説得すればいいじゃん。無理、あいつ俺のこと言うこと聞かないもん。ついでに言うと私の注意も全然聞かない。ゴメスのこの顔、なんか NHK の子供向けアニメでこういう顔しそうなやつが出てきそうやもんな。お互い手を焼くな。うん、じゃない、超平平がちゃんと手なずけてくれれば私の苦労は減るの。無理だよ、俺の力じゃ。ふっ、もうそんな格好付けだってかっこようないけんな、今の言葉。翔平平はなぜかでっかい背中に哀愁を漂せた。お前そんな背中に哀愁なんか漂わせるなよ、お前。漂わせるような内容じゃなかったぞ、お前。4時間目、リカ。リカって言うたってさ、俺ちゃんと勉強する気ないからな。リカだろうが何だろうが関係ないからな。実験なんかしないからな。よーし、何かしらしよう。ほら、ゴメスであって何かしらしよう発言してる。さて、気分がだるいってあるけんな。まずは妄想力で、気分をグッとグッとアップアップでいこうぜ。ヘイ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 で RTF。RTF やっけ？あ、何やったっけ？もういいや、もう。妄想しました。妄想力がプラス4に向上。行動力を浪費だ。妄想の展開で行き詰まってしまった。こんな時どうしよう。レパートリー少ないな、お前。4回目やぞ。4回が5回目しかやぞ、お前。妄想。俺なんかな、100回、200回やってもさ、相手の女の子の見た目変えるだけでさ、妄想の展開なんかさ、いくらでも作れるんぞ。俺、見習えや。かて、もし奈々ちゃんと遊ぶことになったら何を着ていこう。なんかすごいシチュエーションが入ってきた。かわいいワンピース、普通やな。ヤンキーの服、まあ、相手が相手だけにちょっと普通かな。まあ、相手がな、ヤンキーやけん、ちゃんとヤンキーで、おっ、先輩という感じでいかなあかんって考えたら、ヤンキーの服っては別におかしいことじゃないやないかいと。毛皮、クマとかの着ぐるみ的なやつ。これは相手に合わせて、ちゃんと TP をわきまえていかなあかんと思って、これに行こう。そこそこの妄想につながった。よかったで。なんでなんでって、俺ピスタチオ出てくるよ今。なんでって出てくるよ今の。なんで気分加工するって言うならかったやん。そこそこって言うたやん。なんでゴメス死ぬな、ゴメス状態にならなあかんの。なあちゃんそれ見てさ、え、何こいつ、なんで倒れたみたいな感じになってるやん。今の絶対俺過失や、ゲーム側の過失や、俺何もしてないもん俺。次はそうやな、今度こそちょっとステータスに的にあまり足りてない。そうやな、体動かしたらちょっと気分上がるんじゃないかなって思うけどな。さすがに妄想ばっかじゃなくて筋トレもしなあかんと思う。筋トレしました。プラス4向上で浪費。あ、よかった、先生が怒って投げたチョークをかわした。調子に乗って気分が向上。よかったやん。それけどさ、お前のこのさポーズなんなん、なんかのヨガでも始めたん。ウェイヒウェイウェイってなんか変な歌ったおっさんみたいな体勢しやがって。よっしゃ、次行こう。最後か。
あの筋力を持っとってもさ、その筋力の使い方がわからんかったらあかんと思うよな。だから勉強してさ、もう筋力の使い方、インナーマッスルとかの勉強しておこうぜ。理科じゃなくてインナーマッスルでいこうぜ。あーでも人体やったら理科的なことは合うんかもしれんけど、まあインナーマッスル勉強しました。学力がプラス5を向上と。そろそろ4時間目も終わりの時間だね。10分休み、カオスにならなければいいけどね。おっと、あ、行動力4があるんじゃ。あ、そうか、昼休みやけんかな。昼休みやけんちょっと長い分、行動力もちょっと星1つ分多くなっとんかな、もしかして。そういうことか。若ちこ、よし行くぜ。そろそろさ、リンザキヤマにさ反撃を食らわせたい。ゴメスちゃん、お前いつもちょっとさ、もうやんどるような顔してるよな。あう、わ、リンたち友達だよね。いや、友達、いや、ガールフレンド、カッコ仮じゃない、カッコ仮、カッコ仮重要やけんな、ここ重要やけんな、テストに出ますよ。あう、カミソリ振り上げられながら言われるとは。友達だよ、だからカミソリ下ろしてよ。リンザゲンは下ろせ。あー怖いな、リンちゃんと話をするしようとするなんて私絶対おかしい。それは俺に言ってんのか、リンザキヤマと話しようとしてる俺に言ってるのか。ごめんぞお前、終わった、よかった、平和的に終わった。ちょっと話したら分かることなんよ、リンザキヤマは、リンザキヤマはな。じゃあ次はもらっとくやろうか。ちょっとこういう持ち物がそういうさ、いやらしいもんだらけやけんな。ちょっとそろそろ何か欲しいな、別のものが。武器とか欲しいな、リンザキヤマ撃退用の武器とか、ビームライフルとか欲しいな。これどれかなんやな。どれに、これまったく誰かがやらなきゃたまる一歩なんで、ゴミをもらった。私はどうしてこんな優しいのだろう。あーさあ、ゴメス、そう、自分のことを優しい言うやつって大体さ、ひねくれとるところあるけんな、気をつけよう。教室が少し平和になった、平和度9。燃えないゴミを手に入れた。燃えないゴミ、本当にゴミだったよ、燃えない、いや神やん、今デザイン的に今神だったやん。神燃えるからな、燃えないゴミ、かっこ神ってなんなん。それは本当に神なのか。よっしゃ、燃えないゴミ手に入ったわ。あ、持ち物燃えないゴミって変わるんじゃ。だったらもうもらっとくで別のものを手に入れたってあんま意味ないよな。清掃しよう、清掃、ゴミ拾いもさ、私の使命感ゴメスや、司令官ゴメスみたいな感じになったの。どれに、はい、これ、まったく誰かがやらなきゃたまる一歩なので、ゴミをゴミ箱に捨てた。でもさ、こう拾っていっきょったらさ、確かに教室のゴミはどんどん減っていくけど、たまらんようになっていくけどさ、私の鬱憤が溜まっていくよな。うまいこと言っただろ、85点。私はどうしてこんなに優しいのだろう。また言ったよ、自分のこと優しい発言。だからごめんさ、そういうやつだいたいさ、なんかひねくれとるよな。平和度10人になったな。ゴミ拾いが趣味の人の称号いらない。そういう人ってだいたい先生に呼ばれてさ、ちょっとこれ手伝ってくんでないって言ってさ、はーいって言ってる人のパターンだろう。学級委員長タイプや。ゴメス絶対学級委員長になれんタイプやけんな、人望なさそうやもん。よっ、ゴミ拾いが趣味の人。あー、早速ピラチンガールがこの立場を利用しに来たと見える。別に嬉しくない。5時間目、道徳。まあ、この教室のやつらは全員道徳の言う意味を知らんとは思うけどさ、道徳の単語の意味。何をしよう。何をしようだってな。さあどうしようかな。とりあえず気分普通ってなったけどさ、この気分をさらにヘイヘイヘイって上向上昇ってやらなあかんけんな。もうハイリスクでハイスピードでハーになりたいっていうアウトソーダルインポが出てくるけんな。妄想しました。妄想力がプラス7向上、結構上がったな。お、なかなかいい妄想ができてる、気分が向上した。なんだ、もしかして奈々ちゃんと、あ、言っちゃあかん、この言葉は言っちゃあかんけど、あ、
下ネタやばいな、俺もう下ネタバンバン走りやる。最近の俺下ネタバンバン走りやる。とりあえず気分いい方になった、気分いい方になったわよっしゃ、次行こうか。ちょっとステータス学力だけさ29ってさ30超えてないけん勉強しとこうか。ちゃんと結局勉強しちゃった、道徳に関して勉強しちゃったよ。この道徳の道の字もないようなやつらバッグの中で道徳学べるのか。勉強しました。あ、学力も結構上がったな。でまあ戦いに備えて筋トレや、筋トレしました。筋力がプラス6向上。うわぁ、最近のゴメス絶好調じゃん。先生のチョークをかわしたぞ。もうこのままの勢いでさ、もうやりすぎて飛んできたチョークに乗っかってタオパイパのごとくどっか飛んでいくじゃないだろうかそれぐらいの勢いだ最近のゴメス。そろそろ5時間目の終わりの時間だね。10分休み。あ、不良来た。休み時間、突然不良が絡んできた。わうん、この不良さ、モヒカンの形がちょっとおかしい気がするんやけど、これさモヒカンっていうか前から見たらパンチパーマみたいになった、うん、おい、お前真珠7といつもいるやつだぞ。え、7ピラチンガール。いや、あれは表面上付き合っとるっていうかさ、逆らったら怖いけど表面上付き合っとるっていうか、うん、そういうやつだけど俺関係ないよな。うん、バイバイ。話し方で好意的じゃないことはすぐに分かった。私を通じて奈々ちゃんに喧嘩を売る気なのかな。うーん、そうだけど絶対ごまかそうとしてるこの顔。私は何も知らないような顔をして答える。すると不良はにやついて、俺は新庄奈々の弱みを握っている、どくでもないことを言い出したこれ本人にさ知らされたらさ、うーん、荒れるよ。この不良の顔が荒れるよ。そして一枚の写真を取り出した。何それ。写真だ。それもただの写真じゃない、パンチラの写真だ。こいつ前に話してたパンチラのやつだったか。お前闇というから何かと思えばそんな羨ましいもの。うーむ、不良のくせに許せない。うわ、ごめんす、欲望丸出しじゃないか。まあ俺もちょっと興味あるけど、パンチラ、奈々ちゃんのパンチラ、ああいう見た目で意外とさ、ああ、いちごパンツとかだったりするんかな。いちご 100% 的な感じなのかもしれないけどな。それで奈々ちゃんをおと好きなの。ああ、そうだ意外とこの不良可愛い子たちやがる。思春期真っ只中やん。俺に歯向かったらばらまいてやる。ちょうだいよパンチラ写真、ちょうだいよその写真、ちょうだいちょうだい。めちゃくちゃ欲しがってるもしかしたら1万円出しても買いそうな勢いや。はっ、何お前キモいしパンチラの写真も撮るやつには言われたくない。不良に惹かれてしまった。でも喧嘩にならなくて済んだ。おお、すごいな、精神的な能力ダウンとかなかったんや、よかった。よっしゃ、行くぜ。何しようかな。この行動力を生かして、そうやな。そうや。さっきの不良のことを、今の不良のことをさ、奈々ちゃんにチクったろ。あー、授業疲れた。チクる気なしか。何が疲れたの？あんた、ほとんど関係ないことしてたじゃない。なんで奈々ちゃんそんなに怒ってんの？えへへ、バレた？てへペロ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 。筋トレしてたね。理解できないけどさ、全く幸せなやつ。奈々ちゃんに授業中まで見てもらえて嬉しい。なんだかんだ言いながら私のこと好きなんじゃないかな。ごめんす、若干お前ドブロック履いてる。ドブロックがもしかしてだけどっていう勘違いしとるぞお前。またにやけて。はっ、芝居の顔ない顔でぼーっとしてるから舐められるんだよ。あー、奈々ちゃんってさ、きっとツンデレなんだよ。そう、ツンデレよ。そこには愛があるんだから。ないな。ないね、これは。挑戦状のこと気にしなくていいんだからね。うん。え、何その逃げ切れない返事は。ひょっとして何かしようとしてるなんて言わないよね。
激く。確かにさ、確かにさっき あった不良と裏取引でパンチラ写真を手に入れようとしようとしとうけどさ、そんなことなあちゃんに言ってたらさ、首さかえる、首さかえる。別にパンチラ写真とか興味ないし、私パンツよりもおっぱい派だし、私は口笛を吹きながら立つのが精一杯だった。よかったバレんかった。よっしゃ、じゃあ最後行動力1使って、待てよ、これ授業中、授業に入ったらセーブできんのやっけな。だとしたら今のうちにセーブしといた方がいいよな。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。あの不良どうやってパンチラ写真手に入れたんだろう。奈々ちゃんってズボンいつも履いとんじゃないかな。え、そのズボンの、そのズボンを上からでも取れる、取れるってことは燃射能力がある。なんかこの展開シャーロットでもあったぞ。近いうちに特殊能力持った高校生がうちに来るんちゃうんか。